はい、皆さんこんにちは。サカキャッチでございます。2時20分でございまして、今日は朝からですね、電車で現地に行ってましてですね、中野区2カ所、新宿1カ所行ってですね、秋葉原にちょっと用事があって行ってですね、ほんで先やとか行きました。まだご飯も食べてへんやん、もうお腹空いたわ。で、今日いろいろニュース見てるんですけど、大した出来事は起こってませんね。オミクロンの話が世界中で、なんか新たな感染者が広がってそうというような感じのニュースが出ていました。オミクロン自体に対するですね、そのどう言いますか、新たな話というのは出てきていないんですけども、やばそうやなということは、やばそうやなという基地はですね、広がって、やばそうやというニュースは広がっていますね。いや、いい方のですね、意外に大丈夫よという方のニュースはあんまりなさそうなんですね、ざっと見た限りにおいて。まあまあ、詳しく見てみますけど。で、心配なのはですね、明日の、あれですね、東京証券市場、日経平均がどうなるかという感じで、今、日曜日なんで、何にも動いてません。私の見てる中で CFD ニューヨークダウっていうのだけが動いてまして、これがマイナス430になってますね。はい、マイナス430、まあまあ時間外ですね、時間もちろん。であとですね、ビットコインも動いてまして、これがなんと知らんうちに616万円になってますね。 616.5 になってますね。ついこの間700いってたような気がするんですけど、えらい下がりようですね。うん、まあ、ビットコインは関係ないじゃ関係ないんですけど、人間不安になるとね、キャッシュ持ちたがるんですよ。だからビットコインの、まあ、なんていうか、こう株みたいなもんですからね、換金はすぐできるようなんですけども、とりあえずビットコインで持ってるよりもドルや円で持っとこうか、ユーロで持っとこうかというような動きが出てるんちゃうんかなという気はいたしますね。で、明日東京から始まるんですけども、いいニュースが何もないということはですね、今マイナス747円でしょ。で、各国政府がね、南アからの入国を規制してるんですよ。してるんで、もうなんていうか、こう、もう南アはシャットアウトみたいな感じになってるわけですね。というとですね、やっぱりね、政府はね、各国政府ともね、僕らが持っていない情報を持ってるんですよ、何か。それは確かではないんで、まだ発表できないという段階であると思うんですけど、要はやばいということですね。いや、もうこれはオミクロンというのはやばいでという情報があるんだと思います。なんで、入国禁止ということにしてるんではないんかなというふうに思いますね。でもうすでにヨーロッパには入りました。ヨーロッパには入りましたから、もうそんなもう時間の問題ですよ。もう水際あったって無理ですよ、そんな。無理やって、そんな。PCR だって万全じゃないわけですからね、通過するわけであって。で、もう中に入ってしまえばもうおしまいですからね。で、エアロゾル感染というふうに言われています。香港での事例がですね、エアロゾルちゃうかというふうに言われてます。エアロゾルって空気感染に近いわけですね。この唾が飛ぶ範囲って言ったら、まあ大体遠くて2メートルらしいんですけど、2メートル、1.5 か。1.5 ぐらいならしいんですけども、エアロゾルはふーっとこう浮いてますからね、空気中を漂う埃ですからですね、まあどこにでも行くと考えたら、ふーっと何百メートルでも行くかもしれませんね。質量があるんで、そのうち地べたに落ちるんでしょうけども、そんな風が強ければ、ビューっていってしまうかもわからんでしょ。で、これね、あれなんですよ、まあ、東京にもそのうち、もう来てるかもわかりませんけども、懸念されるのはですね、中国ですね。中国、ゼロコロナやってますけど、あんなんね、人間の力でね、ゼロコロナなんて無理ですよ。いかにもあれはですね、こう人間社会を全部隅々統治しようという中国人らしい発想ではあるんですけど、ちょっと無理なんちゃうんかなという気がします。で、代わりにこれ北京にも入ってですね、爆発的な感染が広がればですね、北京五輪どうするのって話ですね。2月の5日
か4日が開幕でしたから、あとですね1月2月半ぐらいですか、半はないか、2月ちょいですからね。感染が広がるというのは、感染が広がるにはまあまあ十分な時間があるんちゃうかと思いますね。感染力が強いんちゃうかと言われてますね。エアロゾルでいくから感染力強いんちゃうかと。今まではやっぱり飛沫感染と、いや、唾ですね、唾液が空中を待って向こうに行ってしまうと、だからこそマスクが有効なんちゃうのという話になったんですけど、要は受ける方と違って出す方ね、なんでかんちゃうのというふうに言われていたんですけども、いやいやエアロゾルやったらあかんでみたいなまあ分かりませんけどね。その香港のそのあれですね、向かいのドアの向かいの部屋に住んでた人ですか、それが感染した、住んでたというか隔離されてた人が感染したわけですから、なんやろうってでもまあ2人で遊びに行ったかもしれませんけどね、同じ中国人であれば言葉忘れて次行こうかみたいな感じでそれで感染したのかも分かりませんけど、あるいはちょっと何かをやり取りした、ちょっとこっちウスキーあんでってね、そう飲まへんとかって、そういうことしたのかも分かりませんけどね。まあそれは分かりませんけども、感染力が強いというですね、この噂が本当であればもう絶対やってきます、絶対やってきますから、中国にも入っていきますし、また広がるかも分かりません。で、50種類ぐらい、50箇所ぐらい変異してるらしいですね。で、そうするとこの今までのワクチンがですね効かない可能性があるということですねあかんやんこれだからまたね、本当リスタートなんですよ。再スタートでですね、まだこれに効くワクチンを作って、これに効く治療薬を作ってということをやらなあかんという可能性も出てくる。だから世界はそれを見越してるわけなんですよ。またっていう感じで、そうするともう経済の先行きはですね、こう悲観的にならざるを得ないわけですね。まあ、それが株価に真っ先に反映されるというふうに私は思うんですけども、まあ明日ですね、株式市場入ったらですね、どれくらいのこう衝撃なのかというのはですね、まあ要は開けてみはわからんというんですけど、こう時間外見てる限りですね、わずかな時間外ですね、アメリカのこれとですね、そのビットコインを見てる限りですね、まだそのこう下げ基調というのはですね、明日もドカーンと来るんちゃうんかなと。私いつも朝起きるのがですね、9時前に起き出してですね、机の前にというか PC の前に座るということはないんで起きた瞬間に見るのが怖いなという大体最近は10時前ですかね、10時前、9時半かな、早くて9時半頃にって起きてくるんですけど、で PC 立ち上げてでろって言って、普通ね株価なんて見ませんからね自分のメール見て、あれいろんなところを見て、何かメッセージが届いてないか見て、ほんで最後の最後にあって株見とこうって株見るんですけど、明日は起きたら真っ先に株見なあかんやんということですね。この CFD ニューヨークダウ現在ですね、まだ動いてまして、マイナス432ドル、のマイナスですね。まあそんな大したことはない、これだけやったらね、まあ大したことあるっちゃあるんですけど、430、普通の下げ方のギリ範囲かなっていう感じですけど、これ500を超えるとね、いえっていう感じになるんですけど、まあまあでも時間外ですからね、時間外なんで開けてみたら、いや、まあ逆の半投したらってこともありえないことはない。半投した場合はね、いや、上がった場合はですね、あ、もしかしてこれは大したことないんちゃうかな、大したことないんちゃうかな、オミクロンということになるんですけどね、でもガーンと下がった場合はあかんでなんか知ってますからね、株価はね、いつも何かを知ってますから、それに合わせて動くわけであって、今もだから世界のトレーダーはそのオミクロンの情報をもう、わーっと収集してるんちゃいますかね。でもこういう時ってね、デマが飛ぶんですけどね。まあ、そのどういうことになってるのか、私もですね、あまりデマに加担しないようにしないといけないんで、あれですけども、まあ、ビットコインも変な動きですね、だからね、これね。はい、ということで、特に貼るページはございませんのでですね、
ね、皆さんそれぞれにですね、あのオミクロン関係のニュースなんかをですね、注意深くご覧になることをお勧めしたいですね。これ明日どうなるかというところも合わせてということでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。